なんか俺さ、顔叩く挨拶さ、ちょっとやめようかと思ってんだけど、なんかさ、目がくらむっていうかパンチドランカーみたいになるじゃんか、そのうちと思ってこれずっと続けた。まあダメージは蓄積してる可能性あるからね。あるよね、なんかちょっと今日疲れてるしやめとこうかな、なんか新しい挨拶考えて。俺の嫌だよ。なんでなんで俺かも。友達やん。いいんじゃない、普通に挨拶すれば。こんにちは、トモアッピーです。はい、こんにちは、安岡です。動画見てくれてありがとうございます。よろしければチャンネル登録や動画の評価のほどお願いいたします。今日やってまいりますのはマジック・ザ・ギャザリング夢対戦トリニティ VS サイカトグ、楽しんでいきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは安岡さん、解説の方お願いします。はい、まあ、トリニティというのは、まあ、緑単のなんだろう、マナクリからね、強力なカードをいっぱい叩きつけるデッキなんです。まあ、マナクリが12とか、まあ、ロヘロスとか、はい、ティネプリストとかも入ってるやつかな。はい、はい、マナクリーチャーがですね14体入っております。ラノワールのエルフ4枚、極楽鳥、はい、3枚ティタニアの僧侶3枚、ロヘロス4枚入っております。はい、そこからリシャーダン・ポーテや、まあ、タングロワイヤーで相手のマナをいじめつつ、はい、強力な、ね、カードを出していくという、まあ、かなり緑の割にはコントロール要素が高いデッキになってるのかな。はい、2000年、2001年ぐらいにかなり環境の上位だったデッキです。はい、まあ、対して今僕が使うサイカトグ、まあ、こちらかなり有名なデッキで、まあ、青黒の、まあ、クロックパーミッションというか、まあ、コントロールデッキとなっております。はい、このマッチアップはとりあえず先行取らなきゃきついかな。先行がやっぱり大切になってきますね。リシャーダの港デッキに対してハマるというのと、うん、こっちはちょっと1番のカード入ってないので2番のアクションから始まるから、後手だとね、その前にすき込み打たれてゲーム終わっちゃうというねことだったり、まあ、はい、タングルワイヤーとかもきついん で、ね、うん、まあどうなるか。サイカトグ側がやっぱりものすごくこうコントロールなのに爆発力があるっていう反面、うん、こう1対1の小技、うん、まあ、除去がたくさん入ってるわけではないので、そうだね、そこら辺の除去の薄さが、うん、まあ、どうなってくるかっていう感じですかね。はい、ただこうトリニティも常に回るわけじゃないんで、うん、思ったるい動きとか序盤綺麗にさばかれちゃってるとその目撃動最下まで一直線ってなり、まあそうだね、マナクリばっか引くとか逆にマナあんまり引かないとかね、弱いとこはやっぱり弱いんで結構マナばっかになっちゃったりね、うん、重いのばっかになっちゃったりっていうこともあるんで、まあ、やってみますか。はい、はい、お互いね、まあなんかキャラなデッキということで、はい、視聴者の皆様も結構見やすいんじゃないでしょうか。ということでよろしくお願いします。お願いします。まあ、ここでね先行取るために、はい、今日は貯めといたから先行権。今日撮影日的には先行後攻がものすごいことになってますね、偏ってますね。はい、はい、別に夢対戦いつも最後に使う素材になるんで言っちゃってもいいと思うんですけど、ここまで僕台数6勝してますね。何か違う形で決めましょうか。いや、台数でいいでしょ。台数でいいですか。はい、そう、溜まってるんで80ゲームとかじゃなくていいですか。はい、すみません、デッキはちょっと59の可能性出てきたんですよ。それは困りますね。だいたい疲れて2枚一生数えちゃってるっていうパターンだったりしますけど、カード触り慣れてますからね僕らも。いや、60もありましたね、うん、はい、それは何よりです。よかった。結構動画で声張らないと楽ですね。最近カードンっていうカードショップをオープンしまして、うん、はい、結構店内にいるんですよ。収録ぐらい店内にいるんですけど、収録すごいね。まあちょっとしか顔出さない日もありますけど、毎日店内で声を出し続けてると、うん、結構喉がですね厳しい感じになっております。ユーチューバーとしてはそれも鍛えられるんで、うん、いいのかもしれないですけどね。さあやってまいりましょう。お願いします。お願いします。一旦目まなくりなければまだゲームになるかな。そうですね、7枚でしょ。まあ7枚はね、まあまあないからな。まあ、極楽鳥、ラノワールエルフ、ティタニアも強いですけど、ロフェロスがやっぱりおかしいですよね、うん、単体で、森なんて普通に出るから単体であんなマナ出ちゃうの。あ、先売りますか。先売った方が流れが立ってる説ある、はい、あ、9、これ強いですね。
これなんとなくなんですけど、視聴者の皆さんやそが台数負けた方が面白いんじゃないかと思ってるかもしれません。どうぞ。あ、先行で順当な結果に。順当ですね。はい、うん、はい、やります。やります。キープです。サルト回し終わり。うん。なんかサルト回し。コフですね。いやこれキープできすごいさ嬉しいんだけどさ、はい、今見るとさ、なんだよこの弱いランドって。コフな土地ですね。あ、あ、これ強いですね。これマナクリーチャーと同じですね。まあ、マナクリーチャーですね。ティタニアの僧侶、はい、イラストが最高ですね。いいよね、なんか渋い、うん、昔って感じ。めちゃめちゃ好きですね。レベッカっぽいイラスト。さすがはレベッカさんですね。殴ってみようかな、ブロックされるかな。耐性ついてるんで、どうしますね、はい、終わり。一方的にやられては何なので、リセットして、とりあえず絡みつく鉄線で様子を見てみましょう。あ、とりあえず様子見から来ましたか、はい、あ、まあいいでしょう、はい、いいんですか。いいですよ、そんぐらい。アタックします、はい、19。これ4つ乗ってきてこの分タップしますと、うん、終わりです。じゃあ嘘か、まことか。うん、それはとても嫌ですね。弱い。サイカとグと嘘かまことかは分けさせていただきの、こんな感じですかね。ちょっと考えますね。今これで考えてます。嘘かまことか、エンダーはやばい。これと嘘かまことかは分けたい。サイカとチとチ、こうですね。はい。もうフィーリングです。大事。はい。ちょっと相手の手札が分からない以上完全正解は導き出せないですよ。バランスよく分けてみて、アップキープにタップされる前にインスタントで動けるって素敵ですね。素敵ですよ。1マナで記憶の欠落打ってきますもん。そう、いや、あったらね、探したんだけど見つからなかった。激つらですね。激動とファミリアは無理な感じ。これとファクトも無理なんだよな。ファクトと激動じゃない？こうか。そうじゃない。これでいきましょう。はい。何カードは出らんなそうです。すごいですね、手札がいっぱいあって。使わなきゃだけなんで。ディスカード。いっぱいですね、ディスカード。あれです。はい、タップして1個減らしてから、はい、何個タップします。もう全然3個なんて余裕ですね。ファミリアがタップするパーマネントになってるのが偉い。そう、ファミリアが引くかどうかでかいんだよ。そしてアタックです。あ、弱いです、はい、これはいけそうです、ね、強いですね、最後。別にこっちも普通の周りなんですけど。やべえ、絶対モンスター来た、絶対的。1マナでカウンター打ってくるんですよね、堂々巡り捨てながらね。非常に終わりです。強力ですね。1個減らしてタップします。引きます、はい。これちょっともう、なんていうか、もう、チャンプブロック待ったなしですね、うん、はい、スカイシュラウドの両者、どうぞ。終わりです、うん、19。ディープ、フラッシュボックス、はい、OK です。ファミリアで軽くなって、シャーそうですね。タップします。ちょっと足んない。でもこっち目線だと足りちゃうかもしれない。手札何枚ですか。あ、通ったら足ります。通ったら足りますよね。いや、そう、除去除去して殴ったら足りるかなって。足りなかった。ブロックします。はい、はい、まあ、チアの引く。はい、もちろんです。まあ、一旦チャンプブロック確定。まだ、ファミリア、はい、終わりです。してタップしました、はい、ドロー、森、マスティコア、はい、どうぞ。1点。あ、終わり。悲しい。でもチェイナーバックされたら終わりですね、おそらく。バックだとさすがに足んなそう。よく時間ないね。バンプ、はい、バンプします。はい、足りました。足りましたか。
札が8枚あるんで足りてますね。8枚捨ててプラ8、1点多いぐらいですね、むしろ、はい、でこれで2だったんで、うん、8だから10になりますと、はい、でその半分の数2枚追放、墓地2枚追放なその半分の数増えて12で1、2、3、4、5、6、7、8、9、はい、でプラス9で8と9でプラス17、19、さっきやってたからもうすでに20点負けました、はい、素晴らしいですね。やっぱり最下トグはいいですね。いきなり勝つの現代のとてもかっこいいです。足りないな、これだな。こんなにグロテスクなザコキャラみたいな見た目なのに本当に強いんですよ、ね、最初めちゃくちゃすごいよね、これがこんな強いみたいなね。他のね、A トグあんま強くないからさ、マルチの当時はとにかくドローが強かったですね。ファストディープ、あ、でもその2種類だけですかね。まあまあ、後期を打つパターンもありましたね。いや、後期はなかなかね、狡猾な願いから後期みたいな、いや、あんまなかったけどねキープいたしますね。トリティも分回ると強いから、分回った絵だけこう思い浮かべてすごい強いデッキだったって感じするんですけど、サンターメスき込みとかでもそんなのはあんまりないんじゃないんですよ、ね、そう、まあ、ロフェロスすき込みだけで一応できるんですけど、そうそううまくいかないですよね。マスキコアが相手によって弱かった、まあ、ロフェロスね、まあ、カウンター間に合うから重いカードも結構多いんで、なんかマナクリ一旦目のマナクリがねでかいよ、でかいですね。ちょっとゆっくりね、はい、終わり。アンタップドローで、ここで2ターン目、 MTG 史上最もディズニーのキャラクターに近いイラストと言われたらノアルのシャロベロスを出します、はい、終わりです。初めて聞いた、はい、僕が今言ったんで言われたっていう動画に残しておきます。3トップあるからね、ちょっとそういう風に思ったんですよね、はい、ちょっとこのロフェロス、このデッキのロフェロス土地色気出しすぎて、うん、実はね、あんまり機能しないことあるんですよね。確かに、まあ、ここは素直にカイシュラウドの密漁者、4マナ22を2マナの対抗呪文で打ち消すなんてあまりにもじゃないですか。ひどくないですか。ひどくはないね、ちょっと 3ターン目だからね、4マナっていう。ずるいです、そのカード。まあ言っても苦しい、僕が初心者だったらやめます。終わり。最下得ですか。もういっぱい最下得、裸一貫、裸一貫、すべてを個人に託す。じゃあ極楽鳥出しますね。どうぞ。ロフェロス1マナしか出ないですけど別に悪くないですすごいで、はい、2マナ、3、4、5、錯乱したイントン者、はい、どうぞ。出た時にリストークンを3体引き連れてきますね。4体ですね、はい、あ、ちょっと待って、出た時にリストークンを4体引き連れてきますね、はい、リストがないな、リストークン、なかなかない、リストークン、まあ終わりかな。はい、終わりです。これクレードルでマナがいっぱい出ると、そうですね、全体除去入ってないですよね。いいですね。あー、なるほど。一応一旦これ出しときますね、トークン来るまで。まあ、最下得で持つかな、はい、終わり。最下得取ろう、どうぞ。ファイヤーバグってるな、そんなの。バグってますね大好きです。このいくらするかも分かんない。追加来ていいよ。7マナ、7マナで絡みつく鉄線です。絡みついてくるね。残り4マナです。はい、どうぞ。じゃあマスティコアです、どうぞ。終わりです。毎ターン手札捨てないと維持できないですけど、強いが、させビームめっちゃ飛ぶな。ガイアの土地と合わせたらかなり強いですね。最下得も倒せるかもしれません。やばすぎだ、はい、4つタップ終わりです。3、はい、プロはあるしな、
3、4、5、6、7、8、9、10、はい、3枚はい、どうぞ。昔よく見た光景、タイヤ最下3マナ絡みつく鉄線、絡みつくね、はい、これは宇宙で終わりです。7個タップ、タップできないからタップしなくていいとこない。あ、7個足りないです。そう、3個見て4タップできないんで無理です。でも足りてますね、次の。終わり。7個ぐらいタップしてる。はい。3。1、2、3、4。はい。5。はい。6。じゃあ、まずキスで。惜しかったな。本当は試合だったら山札から離したらもう引いたことなんで捨てます、はい、惜しかったな。僕今結構ワンチャンありそうだったんだけど、特殊な訓練を受けてる結構ワンチャン忘れたけど危ないで、1、2、3、4、5、6、7、はい、クリーチャーか、はい、さっき話したイントーション、はい、4体、はい、ありがとうございました。18点ありがとうございました。綺麗に回られたな。はい、ということで今日の結果は1-1引き分け。はい、僕ね、あの友人が言ってたんですよ、はい。このマッチは先行が重要だっていう。そうね。結構20年ぐらいの友人が言ってたんですけど、はい、もっとですかね。もっと、もっとですね。うん、言ってたんですよ。20年以上。立ちましたね、はい、お会いして安岡さん会った頃より一緒にマジックしてますね。確かに YouTube さんありがとうございます。視聴者の皆さんいつもありがとうございます。見てくれるね、この対戦をシェアして一緒に楽しんでくれる方々のおかげでいっぱいマジックできてます。皆さんもいつもありがとう。ありがとう。最終回かなこれ。大団円、大団円、今までの対戦相手全員集まってこないかな、プロツアーとかの、はい、世界のいやー夢対戦はなんかいいよね、こうこんな感じまあやっぱりかっていうのと、まあ懐かしい、うん、思い出はねあるからね。懐かしデッキ広げてじゃれてるだけだからさ、なんかその考察とかもそんなにないよね。もう1回しかやらないしこのマッチ、考察しても仕方ないからね。そう、全部の環境そうかもしれないけど、なんかまあ、こんな感じかぐらいだね。うん、あんなかんだやっぱゲームになるからね。意外な結果になりやすいよね、歴史上証明されてないからさ、うん、そう、まあ、よく分かんないけど、まあ、これとかやっぱ先行だかなり有利そうだなみたいな。なんかそうイメージより強かったり弱かったりあるんだよ、ね、ああ結構赤茶団とか、まあ、思い出補正あるからね。トリニティとかそうなんだけど、うん、サイカは毎回コントロールだから分回りとかじゃないからなんかイメージできないんだけど、回してるとやっぱこのデッキ強いなってなって、まあ、サイカはイメージ通りだよね。なんか本当にまあヤソからしたらそうかもしれない。なんか序盤のすごい強いデッキ以外には大体勝っちゃうみたいな。そうだね、最初の2ターンだけ弱いから中盤以降まず強すぎるね。そう、うん、あとはそのホースパイク入ってる形だとやっぱ序盤もね結構カラフサリするけど。そうだね。いやー夢対戦やっぱ楽しいな。あの頃対戦で最初やってたんだけど、うん、一通りね結構いいの掘り進んじゃってるから、夢対戦だったらまだまだあるもんね、やってないわけ。いや、まあ、あの頃もね別に無限にまだあるけど、うん、マニアックなんだよね。マニアックになっちゃう。あの頃おにぎりシュートとかさ、そのいや、まあ、そこまではいかないけどさ、まあどっからがあの頃かみたいな話で、いやみんなは、ね、思い出深いやっぱりそのサーガとかさ、そうオデッセイオンスでそこ結構やったからな。まあ、その後タルキール、逆に言うもタルキールとかも案外いいんじゃない。まあね、いやでもそのユー、まあ、タルキールの時ユーザーいるからアブザンアグロとか、ね、まあ逆に第3次ぐらいマジックブームじゃん。確かに。でその真ん中ぐらいだとさ、ちょっともうみんなあの頃そう
思い出ですらないみたいな。もうちょっとその辺もやってみますか、うん、あの頃も、まあ、言うてもね2022だからさ。確かに結構懐かしいよね、2014年とか。タルキール、そうタルキール、だからドラゴンヤソの優勝デッキぐらいしか出てないよね多分ね。あ、そうそうそう、あのね、うん、全然やってないから案外なんかこれ掘ったら出てきたりするんじゃないかとか、うんうん、はい、そういうことで今後もねあの頃とか夢対戦、懐かしのねデッキで楽しんでいくっていうのもやってきます。いろんなマジック対戦やってきます。あ、ちょっと今日ヤソから挨拶して締めてもらってお願いします。ちょっと慣れていこう、いろいろ慣れていこう、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 もうどうせ続いていくんやから、いっぱいもう月2回じゃないけど月15本出してんだからヤソの動画、うん、ということでもう俺もう今日病人みたいなもんだからちょっと締めてくださいと綺麗に。じゃあもうすぐ閉まっちゃうよ。まあ、いつものでもいいんで、うん、はい、ということで、ね、今回は夢対戦か、夢対戦やってきました、はい、楽しかったね、うん、どう締めてたのいつも、なんか、うん、上トークみたいな、上トークね。でもなんだかんだね再稼働が回せて個人的には楽しかったんで、うんうん、まあ、またやっていこうかと思います。はい、うん、お願いします。え、終わり、これで終わり、うん、終わりかな。やっぱチャンネル登録とかお願いしてほしい。俺チャンネル登録別に俺を考えたんだけどお願いする意味ないなと思って。いやいや、どうせやるなら見てもらった方がいいじゃないですか。そう、はい、マジックのために、まあ、そう、またねこの動画をね対戦見たい方はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。お願いします。僕のツイッターやね、なんだ、ツイッチか、ツイッチの登録もよろしければよろしくお願いします。ぜひお願いします、はい、じゃあご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。また明日。